とりあえずこのこれあんまりこう手を動かさない方がいいですね。こう振り抜くよりもこの指の動きこれだけでいった方がいいです。違う弦弾いちゃうとかなるので基本ここ固定して指だけ動かすようなこういうのを目指すといいと思いますね。ちょっと難しいんですけど。で基本的に行動が小節ずつ変わるところがほとんどなんで、ちょっと1小節で2つもあるんですけど、コード1つのコード内ではもう押さえっぱなし、こうこれを出てくるところから出てくるもう出てくるところだけこう。音がちょっとね繋がらなくなっちゃうんで、同じコードはもう最初から押さえちゃってで弾く、でこっちも押さえてからこう弾いて、ここも押さえちゃってから。